はい、どうもこんにちは、ピクトンでーす。ハルスケです。リトーです。僕だけ装備しょぼいっていうね。しょぼいなー。しょぼいね。弱いね。俺今日からもこのキノコでしか戦えへんもんね。強いね。俺もキノコ。じゃあいや、こっちの作るんやけどこっちのキノコもあるで。雲の目。さあ、もう次のダンジョン2個あった。2個出てる。これはおっぱい2個出てる。やばい、見えない。泳げたい焼きくんと、うん、風林火山。さあ、どれにする？泳げたい焼きくん見捨てられた砂漠ですけど、と原始火山。前半は当てたな。俺が決めよう。決めて。原始火山と見捨てられた砂漠。見捨てられた砂漠かな。ちょ、リト、その魔法見してよ。見る？うん、見る見る。めっちゃかっこいいよ。ここぐらいの距離でいいの？いや、あんまり離れてると見えへんかもしれへん。うん、なんかここぐらい一瞬しか出えへんから仲間に影響出るから。え、影響出んの？うん、近しい方がいい。いきますよ。うんうん、どの全身見てる？全身見てるよ。ドン。ちょっと待って、あれ2人の姿がないぞ。ちょっと待って、自爆ってこと？いや、大爆発を起こすちょっと待って、幽霊になってるんだけど、これマジじゃないそうなんですよ。さあね、気を取り直してステージ5。ちょっとその魔法ちょうだい。やばい、子供に火薬持たしちゃいけません。確かに子供に危険なもの持たしちゃいけません。ちょっと待たしてよ、ちょっと。いや、怖いわ。大丈夫。今出したら消えちゃうかもしれない。馬車の中。さあ、次のステージね。まあ、確かにピクトンさん、何も持ってないからね、戦利品。砂漠や、砂漠。はい。はい、ちゃんと使いどころ考えてね。B スピアの石、大爆、MP100。100、全部使うよ。すげえなこれ。使って1秒ぐらいで爆発するんで気をつけて。今度は使って離れたらいいよ。うん。ただ逃げ切れるかどうかわかんない。結構範囲広い。そうなんだ。うん。僕手に持ってたら危険やねんけどそれ。怖い怖い。間違えて使えそう。だってキノコにしてるやん。もう現物おもちゃダメ。こいつら硬いな。あー、絶対いると思った全滅したやん。いや、お前楽しすぎるなやっぱり持たせたらあかんかった。やばい。もう信じるからやで。あった、返したらいいんやろ。返して。信じるからやで。返して。リトが持ってるそのレコードは？これ？剣技？でもなんか使い勝手あまりよろしくない。買ったもののこれを使うと、これを持った状態で敵を殴ると、うん。見してよ、技。敵が出てこない。殴ると、なんでそんな遠く離れる？あ、そんなとこおった。こっちにいっぱいおる。殴るとドボーン。あったーこれも爆発します。お前爆発系ばっかしやないかドボーン。うお、殴ったら自分が吹っ飛ぶからすごい使いづらいっていう。で、思ったより威力高くないっていう。誰だ対応してるやつは。ちょっと、一番アグレッシブな子になっちゃったの。知らない間に爆発キャラになってるっていうね。お、ドアがある。これなんかあるぞ。これか？これなのか？カチャリ。カチャリね、カチャリしちゃうの。おなんだこれは。なんか集めてこなあかんのかな。あ、これあれちゃうの？あの、この不気味な装飾品をこれ入れたらいいんちゃう？はい、持ってる？一個持ってる。三つある？え、ほら。これさっきこっち来たらあかんかったんじゃないの？
残り2つだけ。で、お、来た。わしの眠りを邪魔する魔法はどこのドイツじゃん。ああ、言わんでいいわ。宴会。ホロスケ、ホロスケのあの声でちゃんと喋ってよ。覚える気ないでめんどいし。わしは今、新しい病の源流に500人が通ってきたところで、気持ちよーく出てたところなんだ。死んだ、死んだ、死んだ、死んだぞ。秘宝。日本昔話みたいになってやる。あ、秘宝くれてやるからやって。わしはし、わしはし。どこに？中中。チェスの中？何もくれ、うん、何もないけど。ホロスケさん持ってる？誰か持ってるかも。ええええ。別にこの手にやるのは何か、なんだかよくわかんないな。やばい、持ってる。何これ？ルーゼコラップの雫。ちょっと手に持った のポーション効果を無効化または軽減すると。ああ、なるほどね。手に持つとほとんどのポーション効果を無効化または軽減する。なかなかいいアイテムやな、それ。いる？使う？使うってそれ持ってたらやん。ピクトンさん、あれやで。装備弱いんやったらこれ使うかい？持っとくかい？これめちゃめちゃいいアイテム、これあるもんな。なんじゃ。それで頑張っていただきましょう。では、ピクトンさんの出番です。あれ、宙に置いてるから弓矢で倒して。超他力本願。微妙に向こうに明かりが見えるね。マジ？うん。俺一人で突撃しよう。やばい。あっちか。ちょっと行こう。みんなで行こう。うわ、敵が湧いたよ。敵が湧いたよ。ふえー、ふえー。お前明るい。明るいぞ。明るいか。やばい、エメラルド取られた。目の前に落ちてきた、いきなり。なんやろ。すぐ高速離島出てくるからな。お、そこはシュシュ。へい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 。お、これはなんだ。うお、なんかおるぞ、なんかおるぞ。ダイヤ。あ、俺もダイヤの装備欲しいな。落とすかな。だーだー、どーん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 。この子、キクトンさんしか見てないな。弓矢でずっと避けてるから。びっくりした。あ、いいね。あ、倒した。出した瞬間に。めちゃめちゃ敵強いってことこれ。はあ、懐かしいの出てきた。これさ、落ちたらごっつ下に潜るんじゃん。ほい。なにこれ。ほい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 。落ちたよ。落ちたよ。え、ビーム食らう、ビーム食らう、ビーム、あ、落ちた。やばい。いや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 、そっちまで戻らなあかんのか、落ちたら。よいしょ。痛い。よいしょ。よいしょ。ビームが痛いよ。あー、これビームがなかなかきついな。うお。あれ。なるほどね。ビームで落ちると。登れないぞ。登れた。あ、落ちた。撃たれる前に弓で撃てば。あ、俺も矢はないわ、もう。ほらー、ていうか魔法でええんじゃん。魔法は、炎の魔法は、炎の魔法あるよ。それでいいんじゃないだろうか。どう、あ、落ちた。どう、行った、うん、行ったよ。もうあれ、ボスのところ、ボスのゲートある。いや、違うな。あー、なんか敵出てきた。ゲートキーパーとか出てきた。やばい、死ぬ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 。なんか食らった。入ったー。死んじゃうよ。ホロスケは？え？ここだよん。ゴーレムは？今やホロスケに、ホロスケに行ってる時に、今や今や今や言いながら海に入ってる人誰？入り口で苦戦してるのよね。マ
水中で全部倒そうとしてるんじゃないか。お、なんかダメージ、変なダメージ落ちたぞ。そうそうそう、それダメージ食らう、それ吹雪やからじゃないの。この先行かせぬぞ、倒さなあかんのか。やれゴーレム、いや倒せゴーレム、ホワイトゴーレム、はいだーい。もう MP がねえぜ。それ結構衝撃激しいんやな。やばい。でもね、12か15かそれぐらい。シュワン。素早い。素早い。さ、ボス行くか。俺分かったね。このゲームは、俺がお金持ちになる要素がないっていうことが分かった。あるよ。あるよ。盗賊離島とな。ケチンボホロスケしかおれへんからな。いいよ、ケチンボは1スタックもあげへんで。ちょ待って、回復してないのに。おー、何やねん。 お、これか。おー、何やねん、これか。真ん中のやつ、あ、この真ん中のやつ、なんか上におるのかな。エメラルド、何何何、え、エメラルド、エメラルド。ちょっと待って、ちょっと待って、これ見て、これ。え、何何、なんかなんやろこれ、動いてるブロックが。ほんまや、ほんまや。なんか下に沈んでった。なんか触手なんかな、もしかしてそれ。ああ、なるほどね。この触手を通したらいいってことかな。雨降った、雨降った、雨降らしてる。雨降った、雨降った。めっちゃ気持ち悪い声だな。ちょっとホロスケ、また日本の言葉で喋るのやめてよ。ぽいぽい、いつもの言葉で喋るのやめてよ。うお、なんか見られたやつ。なんかこれカラフルなやつが動いてる、これ動いてる。何これ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 。そっから出てくるのとか。開いた。開いた。ちょっと笑かすのやめてくれるかな。触手は殴ればいいのか。でも触手殴っても何もない。効いてる感がないんだな。ない。どれを攻撃したらいいの。エメラルド？うわ、重た。体重た。重たくなった。ただのゾンビやから。なんか意思疎通してみたいになってるで。あり合わないやろ。これこうか。真ん中。真ん中でもないな。え、何？これど、マジでどなしたんやろ。とりあえず根気よく殴り続ける。あ。このキラキラしてるやつにダメージを忘れるわけでもないんだな、これな。あ、真ん中殴るとハート出てる。キラキラ、ハート出てる。どこどこ？真ん中殴るとよく見てる、ハート出てるか。やっぱこれ、これ殴ればいいんや。ひたすら。やばい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 。バカするこれ。やっぱり真ん中やね。これひたすら殴ればいいっぽい。マジで？うん。よく見たらハート出てる、ハート。あ、ほんまやほんまや。上の方がハート落ちてるわ。うん。ほんまや。苦しんでるんか、これは。いた。ペヤング。ペヤング。ペヤングって言った。全然かステマか。お、倒した。イエーイ。なんかようわからんもの倒した。全然分からへんな。今回戦績は？ペヤング言うなよ。はい、よく分からないまま敵倒しちゃいました。倒しちゃいましたね。倒したら勝ちですよ、倒したらね。うん。あ、結構でっかい敵っていうのは間違いないんでね。うん。祝砲、祝砲だ。ちょっと うるさいんですけど。大丈夫、もう MP ないから。いや、今度はチロリンチロリンでうるさいねんけど。確かに。まあね、こんなにちぐはぐなコンビトリオ、トリオ、トリオだね。でね、次もね、楽しいこと思います。頑張りましょう。次行こう。次が一応ボタン上ではラストになるのかな、おそらく。ね、もしかしたら全部クリアするとなんか出てくるとか、そんなのかな。でもフラグメント全部倒したら王様のところに行ったら、もしかしたら何か最終があるのかもしれないですね。ですね。
王様が最後のフラグメントみたいなね。そうやね。え、はいはい、はいはい。ペヤング。ペヤング言うな、だから。ということで、次回もね、楽しみに見てください。では、バイバーイ。バイバーイ。あー